大事でイルカがどのように殺されているかというと、噴気孔のすぐ後ろに金属製の鋭いスパイクを打ち込まれ、自分の血で溺死させられます。群れが丸ごと殺される場合は、後部全体が真っ赤に染まることがあります。そして死体は近くの漁港に運ばれ、食肉となります。屠殺されないイルカ、つまりドルフィントレーナーが水族館に売るために選別したイルカは、ストレッチャーに乗せられ、近くの生けすに運ばれます。家族と共に自由に海を泳いでいた野生のイルカが水族館用に捕獲され、小さなコンクリートのプールで、どうやってそこにイルカが来たのか考えもしない人々を楽しませるために芸をしながら一生を過ごします。これが私たち人間が大好きと言っている動物たちにしていることです。伝統という名目で正当化しています。イルカは基本的に優しい性格で反撃をしません。人間を攻撃することは滅多にありません。ハンターが群れごとイルカを捕らえることができるのは、イルカが家族思いだからです。強い個体でも一人で逃げたりせず、赤ちゃんや年寄りを守りながら最後まで固まって泳ぎます。ですからひとたび後部に追い込まれると、群れ全体が丸々捕まってしまうのです。毎年何十ものイルカの群れを丸ごと野生から奪ってしまうことが問題であり、生態系に与える影響を非常に心配しています。実際に胎児でのイルカの捕獲数は減少し続けています。半年間のシーズン中、漁師は毎日海に出ますが、手ぶらで帰ってくることが増えていて、政府が設定した年間捕獲枠1849頭を満たすことができないでいます。世界の関心が薄れる中、2022年になってもなお、日本は未だに伝統という建前を口実に野生のイルカを捕獲し殺し続けています。